こんにちは、エルトラックモデルプレイヤーの高尾田圭介です。ですね、痩せましたよね、僕。はい、髄膜炎という病気で入院しておりました。はい、ただ、今日は3月17日です。この動画を撮ってる日は3月17日。僕の誕生日です。なので、今年はね、怪我もせずに、1年バスケットやり通したいと思います。今日はですね、やっぱり今はコロナウイルスのね、せいでやっぱこうバスケできなかったりトレーニングできない人たちが多いと思うので、僕が考える、やったことがいいことをいくつか、動画を載せたいと思いますので、ぜひ参考にして、やってみてください。まず一つ目、僕はですね、この一つ目、皆さんやっぱりこう今サッカー選手だったり、いろんな選手、野球選手だったりね、やっぱこうトレーニングとか野球の技術のこう練習してると思うんですけど、僕が一番大事だと思うのはまずは、ストレッチです。やっぱストレッチはね、基本的にいろんなことしてると思うんですけど、やっぱりストレッチっていうのは、土台となるものなので、みんなには絶対毎日10分でもいいので、ストレッチ、お風呂上がった後とか朝起きた後、やっぱこう自分のいい時でいいので10分でもいいので、毎日継続ストレッチをするってことが大事だと思います。で、僕はですね、一応基本的にはみんなが知ってるようなストレッチと、エルトラックで習っているストレッチ、最初、開脚なんですけど、開脚って普通、こういう開脚ね、つま先を足上げて、まあ、これだけ伸びるんですけど、これの前の 初期段階で片足だけを伸ばして、膝タオルとか引いていいので、ここを押してこの後ろを伸ばすストレッチで、これ20秒ぐらいやります。これがすごい僕の中でディフェンスとかにも効くので、これ大事にしてます。これ右左ね、右やって左逆もやって、ちょっとこのね、つま先を立てることが大事です。立ってもらってストレッチします。こう押すってことで、この股関節をね、で、これが20秒ぐらい終わったら伸びてるはずなので、今度は痛い人は足の裏つけていいので、これでいきます。で、いける人はこう足を開脚して、なるべく開いて開いて、自分の限界のところで20秒間耐えます。で、これ終われば今度は前倒します。前倒して背中、股関節伸ばします。で、これを20秒間やります。で、終われば今度は自分でね、まだまだできないんですけど、つける人はつま先を、で、この開脚やります。で、今度はランジなんですけど、ランジのスペインがあって、みんな、エルトラックの教育をやってると思うんだけど、僕はこれすごい推奨してますね。で、このまま足を入れて、足の中に手を入れて、後ろの股関節とここの股関節、前後を伸ばしてストレッチ終われば、ちょっと膝を浮かして、後ろの膝を浮かして回す、関節を回す、左右ね、回します。終われば、やっぱ足だけでダメなので、上半身も一緒に、ここも動かさないイメージで開く、逆も、でここが動かないように頑張って力を入れて、で、同時にこれもね、逆もして、なるべくこの肘がね、下につくように意識します。で、終われば回す、で、ここも動かないように開くです。ですね、あとはやっぱり関節と肩甲骨っていうのは、僕が聞いてた話とか習った話ではバスケットボール選手はすごい大事なんです。なので、今度はキャットドッグって横向きになりますけど、で、この股関節を動かすと上、下、これキャットのドッグって言って、上、下、動かすようになる。じゃあ、この肩甲骨と股関節を近づける、逆もやるけど、近づける動き、できてくると、下、上、横ってくると、今度は上から向こう手に回して、右を縮める、下、左を縮める、上げるっていうように、肩甲骨を開いて縮めるのと、ここを縮めるのと開くのをやったりして肩甲骨を大きくします。で、今だいたい僕が試合前にやってるルーティンなんですけど、やっぱりこれがあることで試合に入れますし、体もしっかり伸びるので、僕はこれをダイナミックストレッチと呼んでるんですけど、やっぱり自分流の
ストレッチがあると思うので、こういうストレッチを参考にしてみてください。それが正しいわけじゃないので、自分の合うストレッチしてください。でこれ結構しんどいストレッチでもあるので、やっぱり日々ねやってる、みんなが基本的にやってるね、こう足をこうやって曲げたりとか、曲げたりとか、この前のストレッチとか、お尻を伸ばすストレッチとか、たくさんあると思います。自分で考えて風呂上がりや、練習できなくても朝起きた後に、やるとかで大事なので、やっぱりトレーニングとかバスケットの技術の前にストレッチっていうのを今の子供たちにはやってほしいと思うので、ぜひストレッチを大事に、やってほしいと思います。なのでまずはこれ一つ、毎日10分でもいいのでやれるように、365日10分すれば、足し算分かりませんが足していけばなんかいい動画だ、いいねものになると思います。ストレッチっていうのは柔らかくなるほどパフォーマンスも上がります。自分のできる範囲はいっぱいできるので、いっぱい増えるので、技が。ぜひストレッチを大事にやってほしいと思います。子供の頃からやってください。はい、とりあえずは一つこれで終わります。次は動画は、バスケットだったり筋力トレーニングね、家でできることを紹介したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。30歳です。